皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ビーンズヤマトアイモール4店ソムリエ店長の和歌です。今回はスタンプ2倍で、8月は早いですね。8月の第3月曜日、8月の15日スタンプ2倍でをさせていただきます。気温もですね、相変わらず連日暑い暑い暑いという日が続いておりまして、皆さん非常に素材性質って、最近どんなイメージを持つかわからないんですけども、基本的にコットンの比率が下がって清涼感ある素材っていうものが、上がってくる、まあ混合の比率っていうものが上がってくると、当然パーツは涼しくなり、熱がこもりにくい、逃げやすい、通気がいい、そういった性質になってくるんですけども、昨今のパーツってやっぱりアウトドアシーンっていうものが非常にこうブーッと上がってくるがゆえに、ポリエステルとか、まあ、あとブランドだったらコーデュラナイロンとか、そういったものが非常に、ね、取り沙汰されやすい時代なんですけども、昔はやっぱりこう朝イコール涼しいでもチクチクする、そんなイメージをお持ちだった方も多いんじゃないでしょうか。ただですね、朝って言っても、これうんちくになってしまうんですけども、原材料って言ったらいいんですかね、朝って言ってもこうテンプだったりダミーだったりとか、こう種類がいろいろあるわけですよね。それによってこう特性が朝って一口だいぶ違ってくる。その特性っていうのも個人的な見解ですけども、このビッグゾーン、コンプリートフリーのクールバージョンっていうのは非常にうまく利用して、ちょっとね、光沢感というかツヤっとした色感質感になっていますし、素材感もきめが細かく、加えて申し上げますと、やっぱりあさってコットンよりも染まりが弱めになるんですよね。故にだからそれを上手に使いこなせれば、自分の単素材にないカラーって言ったらいいですかね、色合いっていうところでも朝にしかやっぱり出てこない、朝でしか出し得ないこう色合いっていうものが、存在はするんじゃないかなと個人的には解釈しておりますので、ぜひ皆さん